ットランドプレミアリーグのセルティックが、さらなる J リーグ補強を検討している。セルティックは7日のアウェーハーツ戦に2対0で勝利し、4試合を残して2期連続53度目のリーグ優勝を決めた。この日試合で FW 古橋強吾、FW 前田大然、MF 旗手レオ、DF 小林勇気が先発するなど、チームは J リーガーを積極補強。A.C. スコティッシュさんによると、アンジェポステコグルー監督は、ここ1年半ほどは、主に日本と韓国の選手を補強しており、そこでは我々のクラブに大きな関心を寄せている。我々は、それを成長させることを望んでいる、と、さらなる日本人選手補強を示唆した、現在古橋、前田、旗手、小林、DF 岩田智樹の日本人選手が所属し、1月には K リーグ水原から韓国人 FW のクレケンキ、オヒョンギュが加入。今夏には日本ツアーを予定している。指揮官は、昨年11月にオーストラリアに行った時も嬉しかったし、日本への遠征も喜ばしいことだ。今回の遠征で新たな発掘があるかもしれない。